ナポリ歴史地区はイタリアのナポリのユネスコ世界遺産の登録物件名。ナポリの起源は紀元前470年頃にキリシアの植民都市として建設されたことに遡る。当時の町の名前は新しい都市という意味でネアポリスと呼ばれ五番の目のように整然とした都市計画のもとに整備されていたと考えられている。 紀元前4世紀頃に古代ローマの支配下に入る。62年と79年に地震が起こり、深刻なダメージをナポリに与えたが、復興を遂げた。11世紀に、ノルマン人のオートビル家が侵入して、ナポリを支配し、その後方シュタウフェン家の支配に入った。13世紀に入って、アンジュー家がこの地で、ナポリ王国を起こし、ナポリは繁栄を迎える。 16世紀前半にアンジュ家が衰えるとナポリはスペインの支配下に入った。18世紀以降はブルボン家による支配を受けたが、1860年にイタリア王国へ並行され、その後は他の都市と比べて近代化が遅れ、衰退した。スペイン統治時代の17世紀初頭に建築家ドメニコ・フォンターナの設計により建築された。以後、 ブルボン家をはじめとするナポリ王の宮殿として使用された。卵城はサンタルチア港の小島に突出して作られた要塞である。もともとはローマ帝国にルクルスが建築した豪華な別荘であった。11世紀にノルマン人のオートビル家がナポリを支配すると要塞として機能を拡大する。ノルマン人がこの城を築くにあたって基礎の中に卵を埋め込み、 卵が割れるとき、城は、愚か、ナポリにまで危機が迫るだろうと呪問をかけたことが城の名前の由来と言われている。アンジュ家統治時代には税を納めるための倉庫に使われた。卵城の屋上からは、ナポリの町並み、サンタルチア港、遠くに、ベスビオ火山までが見渡せる。ヌオボ城は、新しい城を意味し、卵城と区別するために命名された。 別名安住トリデとも呼ばれる。13世紀に安住家出身のナポリオカルロ一世がフランスのアンジェ城をモデルに建築したと言われている。安住家支配末期に旅重なる戦闘の舞台となり大きく破損するが15世紀から18世紀にかけて改築されて現在に残る。正面に3つの円筒形の塔を持ち2つの塔の間に外線門が立っている。 サンテルモ城は、ナポリの街を見下ろすボメロの丘の上に立つ。アンジュ家により1275年頃、初期の城郭が建築され、その後、アンジュ家により拡張された。16世紀には、スペイン人がナポリを支配するところになり、星型の近代城郭へと改修された。14世紀初めに完成。正面は19世紀に、ゴシック様式に改装された。 サンテルモ城の近く、やはりナポリの街を見下ろすボメロの丘の上に立つ。建築家ファンザー後の回廊など豪華な装飾が残る。アンジュ家の手により1310年頃に着工したゴシック様式の建物である。第二次世界大戦中の爆撃で破壊されるが戦後に再建された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ローマからバス、または、鉄道で2時間半から3時間ほど。ありがとうございます。